黒い巣は奈落に落とした。しばらくは魔界に出てこいであろう。滝夜叉はお市の方と一緒なのか。プロイスの大将にお市の方が激怒を負った。滝夜叉はその回復に力を増しておる。黒林とどうだろう。やつは次なる次へと運営隊から連絡を送り込んでいく。この魔界には霊力と僧侶というものがある。武功はそれを無視し冥界の力を借り、度が過ぎるとこの魔界そのもの霊力の均衡を図ろうとする。ウコンの力を冥界の霊力をこの魔界に入れることはそれ自体が危険なことだ。そのことはウコンも知っておろう。そのとおり、ウコンの策は短期決戦。なるほど。戦力を一気に上げ、我らを倒し、我らの霊力を奪い、魔界の僧侶を賄うということか。ならば、いかがぞ。武功は前回の無理が高い。あそこまで無理はできぬである。我らは戦を仕掛け、武功が勝負を忘れ、冥界から援軍を呼び寄せ、我らは負けなければよい。負けなければ右近が滅びる。明和ちゃん、一気に攻めるか。私は才蔵を探したいと思います。刑事殿から才蔵が黒魔術軍に寝返ったと聞きました。私はそれを確かめたいと思います。それはわしが行く。いいえ、私が行きます。お前には関係ねえだろ。関係ない。私も仲間であることに変わりはないはず。それはそうだ。刑事、今宵こそ黒魔術軍を倒さねばならぬ。お前の力が必要じゃ。武器もまだ帰ってこぬ。戦力は必要じゃ。安成はどうした。そういえ、見当たる。安成。安成、父さんと共に仕事を頼んで。仕事だと。Thank you.
りの魔界を存分に楽しんでやろうと思って。どういうつもりだ、サイゾウ。ビヒタと手を振る。鶴姫も夕顔も倒せば。言ったはずだ。わしの役目、お市の方を捕らえることだけだ。それ以外は関係ない。今度の夏、それが俺が魔界に戻ってきたわけだ。